タリフェア軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1717 17人であり、2000年の2077人から17.3%減少した。ジョージア州のみならずミシシッピガワイ島では最も人口が少ない軍である。軍庁所在地はクローフォードビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 タリフェア軍は1825年12月24日にミレッジビルに集まったジョージア州議会の法により設立された。軍域はウィルクス軍、グリーン軍、ハンコック軍、オグルソープ軍、ウォーレン軍からそれぞれ一部が取られた。軍名はアメリカ独立戦争の士官だったバージニア州出身のベンジャミンタリフェア大佐にちなんで名付けられた。タリフェア軍は アレクサンダースティーブンズの生誕地であり、家があったことで知られている。スティーブンズは、南北戦争前に、ジョージア州選出アメリカ合衆国会議員を務めた後、アメリカ連合国では副大統領となり、南北戦争後ではその死の時まで、ジョージア州知事を務めた。クローフォードビルにあるその家の近くにはその名前を取った、州立公園がある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は195.47平方マイルであり、このうち陸地195.39平方マイル、水域は0.08平方マイルで、水域率は0.04%である。週間高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内で、 ハリウッド映画がいくつか撮影された。クリスティ・マク・ニコルとデニス・クエイドが出演した1981年の映画サヨナラ・ジョージアは大半がクローフォード・ビルで撮影された。デニス・ホッパーが出演した1990年のパリ・ストラウト静かなる狂気も主に軍内で撮影された。最近ではリース・ウィザー・スプーンが出演した2002年のメラニー・ワイク。 学老フォードビルで撮影された。タリフェア軍は、ジョージア州の他地域が近年経験した開発からは、取り残されてきた。州全体は、国内でも人口増加率が高い方であるが、タリフェア軍は長年にわたって人口が減り続けている。週間高速道路20号線から行くことができるという事実にもかかわらず、上記のことで過去に閉じ込められた印象を与えている。 ありがとうございます。